画像とアップなんじゃろなー。よろしくお願いします。今回なんですが、画像とアップなんじゃろなっていう企画なんですけど、この企画持ち出したくだーれ。これあれだよね、不意にさ、俺とチョマの2人でやってたんだよな。そう俺がこれ何でしょうっつってこうやってゾーンとアップしといて、ほんでズームこうやってフューッて直してたらめっちゃおもろかった。おもろかったね。めっちゃおもろかった。今回ちょっと簡単にルール説明しよう。簡単にルール説明で、今回テーマが2つ分かれてるんだよね。テーマが動物と人の2種類やるんですが、まあチョマが出題者で俺らが超ドアップされた画像をどこのタイミングで当てられるかっていう簡単なゲームよね。だいたい3ステップ。すっごい広くじゃん。だいたい3ステップ。でもあれ、一番近いやつ。どうせ最後ボンって分かった時からめっちゃおもろい。そうだね。俺ら当てられればいいんでしょ。そう、当てられる。単純でしょ。超簡単。ドアップされた画像を俺らが当てられるかどうかでしょ。そうそうそう。ただそれだけなんだけど、なんか、なぜか面白かったんだね。難易度100、まあ、70、まあ、50ぐらいの答えは、それでもう答え出してほしい。あ、だそのぐらい簡単なのしか俺選んでないから。オッケー、大丈夫、全然余裕だから。みんなも一緒にできるもんね。みんなも全然できる、すぐ余裕。オッケー、じゃあ3対1の勝負で。でも可愛い、俺的にはこの画像を選んだけど可愛い。ジャンル可愛い、ジャンル可愛いでいく。可愛い感じで。じゃ早速やっていきます。じゃあ久しぶりだね、こう緩い企画。うん、緩い企画やっていきましょう。はい、え、準備できました。あ、準備できました。じゃあ、いきます。出題ね。動物から動物です。言うとそんな難しくないだろ。難しくない。当たるやつこれ。お前さ、これです。お前のもうソケーブやん、それ。玉浦やん。何それコアラだな。あ、わかった。ゴリラの花。いや、チョマがそんな簡単なものを出すとは思わない。俺はコアラだと思う。結構いいとこ行ってる。俺は簡単なのではない。ゴリラだ、ゴリラ。ゴリラではない。ゴリラだと思う。ゴリラじゃない。コアラだ。かお前のソケーブ。やばすぎだろ。で、ファイナルアンサー。いや、ちょっともうちょっとなんか縮める。あ、もうちょい縮める。じゃあ行きます、次。ああ、わかった。ゾウの耳。いや、ゴリラだよ。ゴリラの、こうやってるところの、この、こうやってるところ。わかった、俺わかった。はい。カバじゃねえや。サイじゃない。か、お前のソゲーム。俺ソゲームなんだ、これ。どんな毛だらけだよ、お前、どこにあんだよ、黒いとこ。いや、あ、オラウータン。オラウータ、ゴリラ、カバ、あ、じゃあサイ、もう一段があったよね。もう一段です。いきます。もうでも結構いいとこまで。アザラシ。じゃあヒント一個だけあり、なんか質問一個答えは。トマのゲームですか。あ、いいえ、終わりです。おい終わりました。はい、すいません、ヒント終わりです、終了です。オラウータン。いや、だったらカバか。お前カバって言ったらオラウータンではないの。オラウータンがどこだ。顔じゃないか。葉っぱの2個。葉っぱいいだろ。いや、その葉っぱのヒントが多分いいです。いいだろ。葉っぱだけ。ゾウゾウみんなもう一律ゾウ。カッパらしい。カッパね。カッパって。じゃあファイナルアンサーはゾウ、カッパ、オラウータンね。いきます。カッパなわけねえぞ。出てないんだろ。ゴリラっすね。ゴリラじゃねえ。ゴリラじゃねえ。しかも超ピンポイントじゃん。ゴリラっすね。ゴリラの心ゴリラ。超ゴリラポイントじゃん。ゴリラです。ゴリラがゴリラの肛門を見てると思います。うまいな、それ。ラブロいきます。でん。ああ、分かった。はい、クマ。それこそオラウータンのお腹。オラウータンっぽいね。ああ、
あ、いいとこ行ってる。いや、もっと汚いよ。でもこれもっと汚い。ひどいよ。もっと汚い。バルケをそんなに連チャンで来ないよ、こいつの頭の中。あ、でももう基本的にピンってあのスライドしてる。1個スライドしました。これはさ、おっぱいなの？クマだ。でもこれもうほぼ顔だよ。顔、おっぱいなの？顔だ。目と鼻と口あるもんね。あのムックみたいな顔してる。これ突起出てる。え、オラウータスお腹じゃない？クマ。ああ、オラウータ、クマ。いや、クマでしょ、毛が長いよこれ。いや、クマしかもこういう乳首ないし。お前乳首じゃん、ニキビだろ。ニキビ、黒ニキビ。いや、これワンちゃん普通犬なわけねえだろ。普通の野良犬。あー、なるほどね。俺普通の画像を選ばないから。お前なんだと。俺これムック。じゃムック、茶色いムック。じゃあ第2弾。第2弾。もう結構頻度出てる。肛門やん、絶対。クマだよ、だって絶対肛門やん。結構頻度出てる。クマでしょ。クマだ。クマだ。右側も手詰めて。そうなんですよ、そこなんですよ。簡単、つまんな、これ。絶対クマ。クマ、はい、クマだね。あ、クマでいいね。で、全員一致したからもう、うん、一発アップで、いくよ。せーの。はい、どこの部分？肛門。肛門。肛門です。じゃあなんでこの、これわかんないんだよ、これ。お前さ、ちょっと先っぽ寝とるよ。ちょっと向けとるよ。これです。はい、これです。司さのどこ？男女兼用やん。一人で男女兼用やん。やめろ。豚豚。やめろ。ちょっと画像明るくなったよ。ウサギ。あー、でも確かに小動物っちゃ小動物。いや、これ多分尻尾なんだよね。多分これ尻尾だと思う。なんで、うん。この尻尾だとしたら、豚のイラストを描くこういう尻尾って何なんだろう。想像上で描いた。確かにね、おすすめだ。見たことなくない、あんま豚の尻尾って。まあ、実際その尻尾って。そう、サイ、サイ、これこそサイ。でも、色違う。え、でもすげえ大きくない？ただ、すげえ大きくない？美味しくない？お前、すげえ美味しくない？食べたことある。食べたことあるかもしれない。これ、もう一度したら食べたことあるかもしれない。最近の子だろ。お前が最近。掘ってねえよ。やった子。やってねえって、お前、やばいやつだ。イボだよ、そしたら。であったことだったらこいつイボだろこれ。じゃあ豚、豚のソケーブ。じゃあ豚、豚。勇者信条。はい。じゃあ、俺やっぱ尻尾だ。尻尾っす。ほら。すげえ美味しい。あ、なんかスプレー。あの名前トリオタブ。そう。これ夜中に誰かがね、あの忍び込んで。っていうのもいきます。あるけど、いいよ。足短で、もうあれじゃん、もう猿のケツ。猿のさ、猿のケツ、猿のケツ、猿のケツ、はい、猿のケツ、猿のケツ、猿のケツ。もうそれだ、もうそれだ。ほら、タバコを吸った、タバコを吸った猿のケツ。どうしたらケツがこの色なの？タバコを吸った猿のケツ。ガチ？そう、ガチで、なんか多分あの、なんか書いてんのね。え、絵を描いてる。絵を描いてる。いや違うよ、これ馬券だめ。馬券？違う、全部ギャンブルじゃない。1000円全部ギャンブル。1000円入れようとしてんの？それか1000円か1枚か迷ってる。そうだ。どっちが当たるかな。これあれでやるもん。ちょまあほぼ負けてるよ今。やばいね、簡単。やばい、むしろ全部だよ。簡単すぎる。次ラストだね。でん、これむずいでしょ。足つぼある？あ、で場所はね、結構今変えた。ちょっと浜田がそう思ってる。うん、これはね、これ結構変える、変える。はい、ルパルパ。で、ね、俺もそれ思った。あ、俺も一瞬思った。あ、いや、相手の肌色でしょ、うん、ラクダ。あー、ラクダね。あ、じゃあみんな違ったと。ラクダの中。ありがとうございます。トド、裏返ってんな。カンガルー、カンガルー。トド、トド。いや、カンガルーじゃない。セイウチかトド。カンガルーの金玉のやつだ、多分。
セイウチとかの喉はこんな綺麗じゃない。それに言うなよお前。カンガルーの金玉。ちょっと、ね、これ横ずらしい。あ、ダメです。ここ俺がチョイスしカンガルーから裏返ってええやん。ここにしたい。手が考えるじゃん。いや、でも、ここ顔だったとしたら、ね、いや、それカンガルーだ。こうなってる。でもカンガルーだ。カンガルーじゃん。じゃ下だったら言っていいよ、下。下ちょっと言ってください。いや、カンガルー。絶対カンガルー。下だったらカンガルー。カンガルーくそ、むずいな。カンガルー、マジか。お前らすごいじゃん。金玉でバレる。大体金玉でバレる。大体俺ら金玉。肛門でわざとずらして金玉でする。この金玉誰じゃろなんでしょうか。そうだって金玉で日本一周してたよ。金玉で金玉で一周してたらやばいじゃん。金玉の俺ら。もう埼玉よ。動物は俺はもう圧勝だよ。3つ目まで行きたい。ちょっと次だから人物で俺頑張る。人で頑張る。マジで頑張る。俺だから女性か男性かは最初に言ってあげようかな。お前のリアソンもやめろ。これは女性です。お前カメラ向こうだ。これは女性ですってこう答えます。あの人物の映像を流して、画像を出して女性か男性かのヒントを出します。それでは行ってみよう。